こんにちは、ミサトオーストリッチファームです。今回の動画ではダチョノスケくんにプレゼントを渡します。ダチョノスケくんの名前は2019年4月16日にツイッターでの公募で決定しました。なので命名2周年と6歳の誕生日を兼ねてお祝いしたいと思います。用意したプレゼントはこちらです。小松菜、人参、リンゴ、もやしを花束のようにまとめてみました。調べてみると野菜で作った花束のことをベジブーケと呼ぶそうです。ではこちらを気にしているダチョノスケくんに早速渡してみたいと思います。という間に完食です。見事な食べっぷりでした。余った材料は一緒にいるメス鳥たちにもお裾分けしました。それでは今回もこの辺で終わります。